通にね、あれやけどさ、あなたちゃんありがとう、はい、あるとは思います。まいちゃん、ゲーム課金できるのが本当に死活問題、はい、でですね、たけにしおり、ありがとう、あれれた、いいよ、あの無視して、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、ね、楽しいことを見つけるために、ね、少しでもそういうの提供できたらいいなと、そう思ってですね、証拠写真撮っといたから、4月29日はそういう配信、ね、カオスツアーの、はい、あの実際僕今回見ました、あのチェックで、めちゃくちゃ良かったです。はい、外食ってやばいよね、面白かったですね。そうなの、気づいちゃった、はい、円盤化します、気づいちゃった、はい、DVD で発売します、毎日ね、しかも、はい、美味しそうなものばっかり食べてるの、ぜひね、うちで見ていただいて、いつも美味しそうなものばっかり、編集はね、だいぶ荒いです、荒いですけど、いや、坂月、僕はかなりいいなと思いました。はい、臨場感がたくさんあってですね、そんななんか、ちゃんと仕事してるわけじゃないし、はい、あの DVD になった際は、ぜひ本当にね、17始める前は、ね、てて一応モデルとしてやってたけど、はい、あとですね、なんか大した仕事もなかったし、僕ですね、本当にだから17さんは4月私のね、人生を変えてくれたのだから、25日がですね、本当にね、感謝してます。あのソロ、バンドからソロになってね、デビューした日なんですね。はい、知ってる人いますか。でもね、この間話してたけど、まあ、ここにね、ここのリスナーの先生のあの病院とかもさ、私車で行くからさ、いつもその時ラジオ聞いてるんだけどさ、あ、かたさん、ありがとう、しげき姫、ありがとうございます。でもラジオ聞いてるとやっぱいいなって思う、ラジオパーソナリティさんとか、中木さん、おかえりなさい、クレカファミリーカードやから使いたくないって、あ、そうなんか、え、あいちゃんで前使っとったやん、怒られるの、怒られたの、おいちゃん。マイザー使っとったよね、ファミリーカード。カルテさん、ありがとうございます。僕にとってユリナルは大事なお姉ちゃんみたいな感じだよって。料理を聞かしよう、ありがとう、ありがとう、料理を楽しみにしとってね、ステッカー、ありがとう。料理から本日の結婚式をいただきました、本日も重婚です。ありがとう、大切に受け取りました、ありがとう。特に一の中きはファミリーカード使えないな。そうなんで、あいちゃん、あ、やす、ありがとう、順位すごい、9位で、すごい、ありがとうございます。たくやも昇竜、ありがとうね、昇竜ベイビー、ありがとう。今回のイベントトップ10にいたとしても安心でき、いや、やばいよ、ヤス、クレタンは40位のボーダーが150万いくんじゃないかって予想してたよ。なんかおめかししてるって、いや、別にたまたま今日はあれ、イヤリングつけただけ、イヤリング、そんなおかしかった、イヤリングつけただけ、メインハッピーターンみたいな見た目のニム来たの、何ハッピーターンみたいな。いやいや、どこがハッピーターンやね、ルルタン、めちゃくちゃ美味しそうやんけ。でも確かに美味しそうだけど、今までの過程を見た時にちょっとあれってなるかもしれない。今まで本当にもうなんか150点満点中150点ぐらいで来たんだけど、急に100点だったかもしれない。携帯は親払い、カード課金はお小遣いから出してるって、あ、そうなんか、愛ちゃん、お小遣い月いつも払ってんな、泣けてくる話。寝れれた、ちょっとびっくりやで、これね。あ、そういうこと、寝れた、泣けてくる話って私のこと言ってくれたの。そう、17さんは本当にね、感謝してます。だって、いや、17やる前まではさ、自分に、なんだろう、ファンという存在すらいなくてさ、で、17始めて、まずなんか自分がなんか人に、なんだろうな、その17始める前までは、例えばその大学の友達とか高校の友達と会った時に、なんか最近どうみたいな話になるじゃない。でも私はなんか自分が全然こうちゃんとした生活をしてなかったから、
まあ、言うてもね一応バイトとかもしてたけど、でもなんかそんな人にこう話せるようななんか仕事もしてなくてさ、でだからいや別に特にないよみたいな、なんかあんま嫌だったの、なんか人にそういう話をするのが。でも17始めてなんか本当に毎日こう充実してて、むしろなんか充実しすぎてて友達と会う時間とかもないぐらいなんだけど、でもたまに会った時に最近どうって話になったら、今17年目ねこうこうこうねっていうのがなんかこう自分でもこう話してるのが楽しいんだろうなって分かる、なんだろう、自分を客観視した時にあ自分は17が好きなんだなっていうのがこう分かるぐらいなんか生き生きと話してる自分がいて、あ好きなんだなと思って、自分のね本当に人生を変えてくれたものだからね、いろいろ他のところからお誘いとかも来るけど、一応今は17で頑張ろうかなと思ってる、恩返しの意味も込めて。えいちゃんライブ視聴中ありがとう、えちかずもありがとう、レレタンデフフデフフ、きよかゆさんみんなありがとうございます、みーちゃんコメントしっかり読むからラジオパーソナリティはいいかもねって、ねラジオパーソナリティやりたい、誰かラジオ関係で働いてる方いませんか。たつさんこんばんは、退院したら頑張って TV に出演させたいさせてよ、クレカファミリーカードで課金はしてないよって、あクレカファミリーカードで課金はしてないよって、そうなんかクレカ決済の登録まだしてないって、あそうなんでねった、みんななんかクレカでちょっと今トラブっとるで、ジャッジメントありがとう、コメントありがとうございます、まいさんもこんばんは、ケンアニメラノメがないと生きていけない、ケンも10個もおめでとうありがとう、エスフルゲンありがとう、私もいいのありがとう、クロスタもハロハロありがとうございます、みんなもフルゲンありがとう、コイン課金してしおりならしのらじの課金してばよかった、あいちゃんそれは結果論やろ、結果論結果論でしょ、ひちゃんそんなこと言わんとって、もう一生本当に一生懸命作ったんだから、しおりももう一枚一枚一枚に 3、40分ぐらいかけて、もう息もできないからさ、息したらさ桜の花びら飛んでちゃうから、もうこうやってこうピンセットでこうやって乗せて、もうこうなんか1ミリのズレとかも気にしながら作ったんだからね自信作や自信作、あなたは素敵なお嬢様だよって、お嬢様メインで見た目落としてくるやつものはシャトーブリアンだから、いや絶対美味しいと思う、絶対美味しいと思うんだけど、そので最初からこう始まった時にこれちょっとメインがなんか 100% 今まで 150% できたのにメインが 100% でも味は美味しいだろうね、ゆかちゃんフルゲールありがとう、いや分からん、いやあれだよクレタンの読みだけどね、クレタンはいやこれ150枚いくでしょみたいな感じだった、まあでも妥当かなと思って、150はいかないかったとしても100はいくなと思って、怖いよね、17さんもさまさか白雪姫がこんなにいくとは思わなかっただろうね、人とは違う形で個性的な活躍をするって本当にすごいことです、みなるさんとは自分のできないことをされて活躍されてる方なので尊敬します、いやレレタンに尊敬なんてちょっともったいないお言葉、嬉しいから少し取っとこうもう単純やからこういう嬉しいコメントはすぐ取っちゃう、書きたいしらさもありがとう、しゅんじさんほらありがとう、よろしくお願いします、みの一緒に遊ぼう、ありがとう、ふふ、チャチメットもいらっしゃい、渋谷のラジオなら紹介できます、えまさかの、ええマジで手に入れた、えちょっとあれちょっと待って、でもあの一旦さやばい、思わぬ話が来た、レータンちょっとあれしよう、一旦その手術終わったら考えようまずはねちょっと自分の体を治さなきゃいけないから、えでもやばい、ちょっとなんかちょっとやばい、どうしよう
じゃあ手術終わったらちょっと分からん、本格的に相談するかもしれん。しばらくはね仕事はできないかもしれないけど、ね、9月とか10月ぐらいからはちょっとやりたいよね。17でこんなおっさんがいることも言っといてってどういうことやす。アイリンのお小遣い普通のサラリーマンにごめんなさいしろって言われたぐらいの感覚でしょうね。アイちゃんでしょうね。もうこのお嬢様は普通のサラリーマンにごめんなさい謝って、アイちゃん一緒に謝るから私もごめんなさい。福田さん封じしてますね。そうみたいだね。努力は認めるけど欲しいかどうかは別でも愛ちゃんファータンめちゃくちゃ欲しいって言ってくれたよ。でファータン珍しくさ、え白欲しいとか言って台ボーンって投げたもん。ファータンにはなんかハマったらしい。小遣いがサラリーマンの手取りってやばい。愛ちゃんも本当に異次元のお嬢様やから。うんちゃん、あうんちゃんお疲れ様。フレールありがとう。間違えた来たばっかでフレール間違えた。うんちゃんシェアありがとう。あうんちゃんまたなんか可愛い色塗りしたのこれ。あいいな、お寿司いいね。お寿司うまく塗ったね。写真だけ見せてどれがメインでしょうって言ったら全員外す外すねだいたいさ一個前のあの寿司寿司じゃない。ひでさん、ひでさんありがとう。ひでさん、ちゅうありがとうございます。ひでさんにちゅうありがとう。ひでさんありがとう。シェアだけ、あ、うんちゃん忙しいので了解です。うんちゃん頑張れ。すごいよね、あいちゃん。みんなが楽しそうで笑顔で出た僕も嬉しいです。ありがとう。今の自分仕事ついて国家資格と班長になったくらいしかないよ自分。ギャグレもすごいよ。みんなすごい。あのね、普通に毎日お仕事に行って毎日お仕事されて帰ってきてそれだけで十分偉いんだから。皆さん偉いんだよ。あ、ドラゴンマシャハオいらっしゃい。お盆もマヒご飯食べてきます。いってらっしゃい。料理もありがとう。真面目に渋谷ではここ数年ずっと気があるよって。やばい、思わぬ思わぬ。ちょっと待って、いやちょっとどうしよう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 。えマジで言ってる。レレタエレベーターそこさ、あれしとこ、あれしたあの私が手術終わって体力戻るまで空いてますように祈っとくね、その枠。でもそれって何、普通にさ私がその枠を変えることができるのかな。漆間さんこんばんは。自分の時貯金崩してゆりなとゆかさんとかのゲストます。愛ちゃん、愛ちゃんの一回すごかったんで、愛ちゃんが一回ねちょっと置いとまして戻ってきた愛ちゃんの月がねやばかったんだよ。全部ね記録残してますけど、8月9月かな、8、9月がね愛ちゃんやばかった本当に。でもねおかげさまで、おかげさまで世界5位取らせてもらってありがとうございます。アリの貯金に感謝やいや本当に感謝しかないです。ともちゃんフレーありがとう。でも今やそんな愛ちゃんにしおりいらんって言われてますまこちんありがとう。いらっしゃい。あきばちゃんありがとう。こちらこそありがとうね。さでもいらっしゃい。お小遣い謝らなくていいからご飯をおごってだって。愛ちゃんご飯をおごってやって。あふりちゃんテレシュありがとう。フリちゃんなんぽ思ったおほうじいさまね。フリちゃんさいつもさ、フリちゃんのことタグ付けしてもね飛べないのイネさん中ありがとうございます。元マリノスの天野純が所属するチームが、え嘘海外
段のインプレッサが、アリちゃんランプありがとうございます、リドフシありがとう、テニスにホモットフリちゃんありがとう、シャハオ来てくれてありがとうございます、ハリちゃんナナリンのハリちゃんのキスありがとう、ランプを持ったフリちゃんありがとうございます、ドラゴンはシャハオシャシャシャありがとうございます、ハリちゃんキスありがとうね、ドゥフフドゥフフ、待って待って、無知だからちょっとウリもちょっとテンパっとる今、アイちゃんのやろ、私もわからんかったもんこれラリーのベース車やろ、私もちょっとわからんかったあ、もう少し20になります、了解です、ちょうどコメントも落ちてきたかな、あ、小市さん来てくれてありがとう、いらっしゃい、チーフ投げた記憶ない、春先の1日6回当てたことが懐かしいね、グレン、あれもすごかったよね、小市さんテニスありがとうございます、小市さん、シュ、あ、カズさんいらっしゃい、お前のことすげえ可愛いと思ってる、すげえ頑張ってるし、いつもまんまんだし、でもなもな、人から可愛いって思われるためにも笑え、笑顔を届けよって言われたんですよ、その時ですね、僕ね、僕ねすごいね、こう電気走ったんですよね、はい、僕は自分が楽しいって心の中では思ってたんですけど、勝手に人に楽しいと思ってるだけで、楽しいってことは誰も思ってないんですよね、笑顔で、で毎日その楽しいと思う、嬉しいと思うと笑顔を届けろって言われまして、笑顔練習しろって言われたらしたんですよ、僕ね最初ね、どうやったら笑顔できるんだろうと思って毎朝ですよ、毎朝起きてから鏡があって、本当に本当にちょっと頭おかしい人、言語の習得の時も全く同じだなって最近思う。また遊びに来たね、小石さんありがとう、来てくれて、いつも鏡見てるわけじゃない、小石さんもお仕事終わったのかじゃないですか、ね、自分が思ってる顔ってできないんですよ、ね、やばい、小石さん次水色になるじゃないですか、ね、楽しいって思ってる時に楽しい顔を自分がしてるのかっていう話なんですよ、ナイスコンボ21コンボいた時も、はい、楽しいと思った時にこの顔の表情と楽しいっていう感情が一致してない人めちゃくちゃ多いんですよ、ありがとうございます、これはね、あの成長期にこれちょっと調べたんですけど、親がいかに子供に教えるかっていうことがすごいこう密接に関わってきてるらしいんですよね、で親が笑顔をで子供に接して子供に笑顔であることの大切さみたいなのを教えてる過程っていうのはですね、子供の笑顔が綺麗になるみたいです、レースじゃあそうじゃなかったんですよね、がっぽりがっぽり、はい、書きたんでですね、僕は本当にそれ笑顔ができなくて、カズミの話も終わったから詰めてありがとう、笑顔を本当にこうやってカズミもやっとったらですね、見てもうたらやばいよね、ガスあれ見てもうたらもう終わりやよ、ちょっとその後にね、僕いろいろ調べてですね、いろいろ顔の表情を作る先生とかもいたんで、でもそんななんか原稿とかあるわけじゃないか、練習をやりまして、ヘリちゃん何のコミタの気する、表情筋っていうのはここに筋肉があってですね、この筋肉は鍛えないと動かない、本当に音楽の話とサッカーの話とライブ配信の話ぐらいかな、でヘリちゃんこれってありがとうございます、年を取ってくるとこの筋肉もどんどん、ありがとう、皆さん
さらに衰えてくるんですよね。だから拍手で盛り上げていただけると嬉しいです。こうやって垂れてくるんですよ。盛り上げるっていうとちょっと変だけど、医療従事者医療従事者の方にでみんな拍手を届けてきたらなと思っております。おばさんですごいあのいつもムスッとしてる人たくさんいるじゃないですか。あれってムスッとしてるっていうんじゃなくて、練習してないんで筋肉が下がっちゃってるですよね。よし、じゃあちょっとここで、はい、愛ちゃんのこのいかにコラコラのところで筋肉っていかに毎日トレーニングするかが大切なんですよ。メールありがとうございます。では皆さん8時になったら一緒に拍手をお願いします。まだまだコロナとで戦う、はい、いかにここ筋肉をしっかり使って拍手をお送りしております。1日あの8時からの1分間、はい、拍手タイムがあるので皆さんもよかったら10分やってください。していただけると嬉しいです。苦手な人、例えば学校で人付き合いが苦手、会社で人付き合いが苦手、写真を撮るのが苦手、みんなと話をしても、上手に表現するのが苦手、ね、はい、昨日はねちょっと100人言ったけど、これで毎日10分続けてください。減っただけだと思うんですけど、はい、毎日10分ってすごいんです。意外と毎日10分って、ね、あの朝起きて10分、寝る前に10分やってください、はい、これね、トレーニングです。このように医療従事者の方々に対して敬意を表して拍手タイム行われております。ガクサップでやりますか。私の枠以外でもね、表情筋をきれいにするトレーニング、みんなも今家にいるじゃないですか。鏡見る時間結構あるじゃないですか。毎日ガクサップと一緒に表情筋のトレーニングやりますか。みんなでね、乗り切りましょう。これ結構大切かもしれないですね。ありがとうございます。はい、はい、1分経ちました。これね、結構ね意味あるんですよ。で大丈夫です。ただこれ引っ張るだけじゃダメなんですよ。引っ張るだけじゃダメで、ここの筋肉は戻っていきますね。下に向けるんですよ。アイちゃんのコメントやばい。こっちの筋肉首に向けるんですよ。長い。一度寝かせてくださいって。キューッ。アイちゃん養ってください。口でね、こう口閉じようとする筋肉と引っ張るっていう筋肉が必要なんですよ。一回福ちゃんありがとう。キューッ。絶対届いた。そうするとですね、この口の形で口角が結構ね上がるように、お医者さんとか血なります。これね、もうちょっと細かいテクニックが必要なんですけど、これね、ガクタップやります。はい、ミキタンフルエルありがとう。僕これね、このトレーニング1年助かりました。まして、はい、そう、こう、あの小一さん拍手してます。毎日8時から1分間、1年後に検査がなくなりまして、例えばイギリスとか、はい、そのヨーロッパの方では毎日8時にこうみんながもう街の外に出てご拍手を行ったりとかしてるんですって。パパ、おじゅー、 RR2 っていうツアーだったんですけど、あの僕のファンの人たちはね、ブルーのライトでこうなんか点滅して気づいてると思うんですけど、その RR2 というみんなおりょうしんちゃん、やす、ありがとう、文吉さん、はい、流れました、ありがとう。そのツアーから僕ね、キラキラありがとうございます。 DVD に笑顔が残ってるんですよ。はい、ありがとう。自分のライブ映像で笑顔が残ってるのも、カズさんもパチパチ、タクロウさんも、そしてカプもありがとうございます。タカム、カトシもありがとう。あ、ヒータン、今からちょうど2009年なので、寝る、おやすみなさい。ヒータン、11年前ですか。ヒータン、パチパチありがとうね、はい、それが僕の笑顔の、パチパチありがとう、遅かったですけどね、さん、パチパチありがとうございます。笑顔ができるきっかけでした。あ、レレタもありがとう、はい、なのでここのね、口角は上げるっていうことが、ナイスハートバルーン、大切なんですよ。15、はい、なので4月29日のね、そのワウワウ のカオスツアーの公開に伴ってですね、パチパチ、ちょっと僕あの、あ、そうで、4月25日には僕あの復活ソロですね、ソロデビューのシーちゃん、フレイルありがとう。けどタクヤも、タクヤ今日すごいすごい高かった、はい、ドコリングもついた。今日ニコ生でドコリングもついとる、はい、お前がくと、リョリョもありがとう、フリちゃんもありがとうございます。ステイホー、こっちを繋げてですね放送したいと思います。エリありがとう、ネコありがとう。ちょっと今なんかいろいろ考えてるのですね、みんな家で、クイちゃんもありがとうございます。ご参加ありがとう、はい、みんなね、あの、いろいろおしゃれに拍手も加工してくれてありがとうございます。まだやること見つけられない人もいっぱいいると思うんで、僕の過去のすごい1分間でも100コメント以上のコメントが届いております。全部、まあ、聞
間限定で見れるようにしようかなっていう。あ、秋田さんありがとう。パチヒデさんもありがとう。はい。デュフフ。デュフフワシャハオ。なのでですね、4月25日のニコ生は。コジさん、ハリネズミありがとうございます。はい、見に行ってください。これは会員じゃないと見れないんですけどね。ニコ生のやり方とかも今後どんどん変えていこうかな。桜マンカー、ちょっと待って。はい、桜マンカー、ヒータンが、マンカー、ありがとうございます。ヒータン、桜、手作りの桜です。そうですね。なんか今の尾形さんの話をね。123か、ちょっと減ったね。まあ、これしましたけども。どうだろう。まあ、僕にとってはですね、本当にお父さんとか100切ってくれたらいいね。素敵な人と巡り合いだなと思ってます。パパおじもありがとうございます。はるちゃんもおじありがとう、ありがたい話ですね。あとは私が傍らって代表してるボランティア団体で社会活動とかのために放送することだったんですけど、なるほど、数年でネタ切れて年に数回しかメインテーマで使えない状態で、もしもボランティアとかの社会活動について年に数回だけでゲスト挟む形とかでなければぜひお願いしたいです。いやー、でもなんか今ちょっといろいろ思い出しましたね。全部お任せてもらって、任せてもらって大丈夫です。本当に可愛い人なんですよ。すごい、全然年上の方にね、可愛いって言ってるかもしれないんですけど、そんな素敵なことに、すごい素敵な人でしたね、参加させてもらえるなんて、はい、だから僕が笑顔ができるようになったのは本当に、すごいね、ネタ尾形健さん の存在です。ラジさん、ありがとうございます。あんな風に教えてもらえなかったら、ネタすごいね、なんかいろんなことされてるよね、本当にと思ってます。なのでね、僕はこうやって、まあ、ここで17を通して出会ってる、ね、人たちも、これもまあ一つの出会いじゃないですか、ね、まあ、これをきっかけにちゃん、あ、ちょっと頑張って変わってみようかなとかね。そう思ってもらえれば嬉しいなと思います。はい、そのきっかけになってくれればいいなと。なんだ、休んでよ。はい。確かにまた復活後楽しみにしてます。本当にね。そう、もう私もじゃあ早く復活せんと。しんちゃん、ランプ、ありがとう。あ、ありがとう。僕にね、演技を教えてくれた人です。最後、しんちゃんかしら。尾形健さんかしら。っていう人は。しんちゃんかな。はい。しんちゃん、今月の430万更新ありがとうございます。ドラボー、そしてしんちゃん、ギターの皆さん、たくさんの応援ありがとうございます。難しいこともいっぱい言われるんですよ。演じることとは、お願いします。演じないこと、また私に参加させてもらう。もうぜひぜひ、こいつさん、毎日の8時、とりあえずは4月いっぱいぐらいはやってるかな。その後は様子見なんですけど、難しい言葉をこう飛ばね、こう、カズさんもありがとうございます。言葉はたくさんあるわけではないので、あ、何、カズさん、医療関係の方、よかったです。カズさん、そんなご自身なのに白状参加されてくれたんですか。ですですから参加してくれたんですか。ありがとうございます。はい、そっか、カズさん、尾形さんの話しますね。大丈夫ですか、なんか睡眠とか取れてます、ちゃんと。あとご飯の時間とか。僕が尾形さんと初めて会ったのはですね、リハーサルの NHK の中の、ありがとうございます。はい、大きなリハーサルでした。NHK の大河ドラマっていうのはですね、必ずリハーサル日と撮影日が分かれてます。はい、これは皆さん知らないことだと思います。普通はですね、普通のドラマの撮影は、そういうことで、そう、現場に行って、私もね、前リハーサルをやって、カメラテストをやって、あ、ユニナル寝るのとか言われて、本番に私も同じ状況だった。はい、よかった。映画の撮影はですね、まあ、映画の撮影、もしくはドラマの撮影は、始まる前に、例えば出来上がってる台本の分だけ、台本の読み合わせというのをやったりもします。そこで、まあ、顔合わせっていうことも、まあ、あるんですけど、はい、後からドラマに参加する方たちとかはですね、まあ、その台本の読み合わせとかは基本的にはできないです。メインキャストだけは台本の読み合わせをちょっとだけやって、そこから本番の撮影に入ります。で、スタンバイ、まあ、セットだったりロケだったりいろいろあるんですけど、そこで、まずは現場でリハーサルをやって、リハーサルが終わった後にカメラの動きのテストがあります。これはカメラテストというよね、今の状況だと。でカメラテストがあって、次にもう一回ダンスルーといってですね、カメラの動きを合わせた
はい、本番直前のリハーサルがもう一回あります。で、今度は本番になりますっていう、こういう段取りなんです。呼吸の音が聞こえてきて、で、大河ドラマはですね、NHK のありがとう、よろしく、ゆりなるです。あの関わってる人数や新しく登場される役の方たちがめちゃくちゃ多いんですね。はい、なので、うちの、ね、NHK はですね、大河ドラマに関しては昔のやり方をしてます。 NHK の中には大きなスタジオがいっぱいあるんです。はい、リハーサル室もたくさんあります。はい、リハーサル室もたくさんあります。そうですね、まあ、あの稽古場とあの呼ぶ方もいらっしゃるんですけど、そのリハーサル室に、監督、久しぶりにやったこの猫、これしかもですね、これ大河ドラマってですね、監督が何人もいるんです。はい、1人の監督じゃないんです。一番上にトップの監督がいるんですけど、まあ、ディレクターですね。病院によって様々ですね。はい、まあ、ディレクターっていうのはいるんです。病院行くとなんですけど、このディレクターの下にいっぱい他にディレクターがいてですね、何話何話っていうのを受け持ちます。それぞれのディレクターが、その、例えば第25話とか第25話とか第26話とか第25話とか第26話とかっていうふうに、きっと帰りとは受け継ぐんです。基本やるようにしてます。はい、それを分担して、ゆりーなー、かわいいですね、ありがとうございます、ポコポコさん、っていうのが、あの大河のやり方です。彼さんの YouTube が好きなのは、あの、そうじゃないと、あれだけの本数を一人の監督が取ることができないんですね。ね、なので、あの監督同士、ディレクター打ち合わせみたいな感じで、あのトップの監督がいて、その下にいらっしゃる監督たちがまた集まって、ディレクターの中で意思の疎通を取ったりとかっていうのもあります。はい、すごくでですね、 NHK はその独特で、あの本番の撮影、あの本番の撮影日の前、だいたい4日から5日、早い時は1週間から10日前にそのリハーサル室を使ってですね、あの動きの打ち合わせがあります。だって、そのたまたま私がね、ヒカルさんが目に留まって出させてもらって、あのいろいろあってですね、みんなもね、100万もらわなくて残念だったねとか言うけど、まあ、いろんな役者陣が集まって、本当にたくさんの方と出会えたことがもう、その役者の方たちがヒカルさんがつなげてくれた、あれだよね、まあ、セットは何もないんです、はい、もう本当に何にもないところでみんなで、まず台本の読み合わせがあります。で、台本の読み合わせがあって、その台本の読み合わせが終わったら、今度は動きを合わせて、で動きのリハーサルがあります。チームが5段目から来ました、安岡稲さん、ありがとう、教えてくれて。そこにはカメラマンとかは基本的にはいないんですね。はい、ディレクターとアシスタントとプロデューサーぐらいです。今日マスク1人もらった、どんな雰囲気かっていうのを来るまでギリギリ使わない、そうね、ぐらい使わなくていいなら取っといてもいい。で、僕がですね、あのそこのリハーサル室でリハーサルやってたんです。聞こえてくるやつ、そうそう、ケンちゃん、あのね、そしたらですね、これも不思議な話なんですけどね、最近リハーサルやってる時に、このぐらいの時間になるといつもね、まあリハーサル、あの入り口の近くにテーブルが置いてあってですね、そこで台本の読み合わせをするんですけど、僕がリハーサルの場所なんですね。ところがですね、僕はリハーサルやってる最中です、ちょうど。何度か挨拶したことがあるんだけど、動きをやってる最中で、僕は入り口が見えないって座ってたんですけど、でも配信では目撃やってる最中に一緒に演じてる役者さんさん、他にも、まあ、みんな大、大御所の方たちばっかなんですけど、の空気が一気に変わった瞬間があったんですね。マスク職場で1日1万9000円で配備されてて、あれと思ったんですよ。その道中に一度も使ってないなって、あ、あれなんだこれ、そうか、え、そしたら拓郎さん、取っときなって思ったんですよ、いつかのために。はい、木魚自分の春先とともに置いてきちゃったって、春先もこれ1年経っちゃったよ。演じてる雰囲気は一緒なんですけど、空気感が全然違ったんですよね。肘の調子良くなって、リハーサル中だったんですけど、リハビリは土曜日だけにしてマッサージっていうのを講習するんだなって、入り口を見たら、歯医者さんとかもそうだよね、ちょっと怖いけど、私は行っちゃったけどね、行かないともうどうしようもないから、立ってたんですよね。
17時ぐらいかな。その時に、あ、じゃあ白木、ありがとうございます。白木、あの人そうなんだって思いました。そう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 、はい、僕によって言ってる。その空気を変えたのは、そうか、引いたん17時ぐらいか。衝撃でした、ね、僕には。私の配信ぴったりや、はい、すごく嬉しい。あの独特のシャープのマスクが変えんかったの。独特の美濃も変えんかったって、ね、またお時間ありがとう。まあ、トントンは来たか、心霊現象じゃなかったか、違うか、はい、ある人ってですね。違います。そうだね。あ、またハロハロ。まつ、またお疲れ様。うわー、すっげえな、この人面白いと思いまして。あ、姫また来ます。ありがとう。姫、ありがとう。すぐリハーサルが終わったんですね。姫、ありがとう。もうすぐ、はい、ケンさんのとこバーッと走っていってですね。あれ、あれ。ガクトです。つって。あれ、あ、来た来た。ナミカ。どうもよろしくお願いします。もう一回来い、もう一回来た。僕の軍師役を受けてくれたんですね。ありがとう。で、それはまたカメありがとう。カズエさんありがとうね。プロデューサーから公演活動ありがとうございます。とんでもないです。もうできる限り応援させてください。ぜひ受けてほしいって僕は思ってたんです。私ができることはこのぐらいなので。ちょっと難しいと聞いてたんです。カズさん頑張ってね。ちゃんと食べて、寝れるときはしっかり寝てくださいね。またカメありがとう。コビットもありがとう。私ファータに何かを言おうと思ったんだけど忘れちゃった。をえ、カズさん、カメありがとうございます。一生懸命やります。カズもノープン、ありがとう。おおおお、よろしくな。カメもありがとう。こんな感じだったんです。あなたに何かを言わなきゃと思ったんだけど忘れちゃった、はい、巨人ナリンのエサのキス、ありがとう。あの僕のあの面白話なんですけど、忙しいから10時くらいにもう寝る。あ、また別日にですね、それがいいかも。ケンさんが含めた台本の打ち合わせがあったんです、たんです、たんですよ。カメランプありがとうございます。これすっげー面白い話なんですけど、あのですね、ありがとう。ケンさんがですね、麦さんもこんばんは、いらっしゃい。僕の隣、僕の右の隣に座って、うちの君、主役のうちの君、僕の真ん前に座ってですね、で、奥に監督、プロデューサーが座ってですね、忘れないように言っとこう、台本の打ち合わせ始まったんですよ。台本読みですね。今日ね、あのツイッターにある動画を載せるんですけど、もしあの、ね、いいなと思ったらリツイートお願いします。台本をちょっと、ケンさんって必ず台本をいつもより自分で書いて頑張って伸ばしたいなと思ってるので、自分のセリフのとこ全部自分で始まりまして、今日は、ね、珍しくあの日中から化粧をしてセリフを読もうとしたので一回読んだんですよね。全部あの動画なんですけど、そしたらあのディレクターが何これセリフの変更がありますって言ったんですよ。セリフの変更がありますかわいい。何なの？かわいいのいた。頭に。私は病院もしかもコロナ怖くていけない。そうなの。でも、そんなにピン、ね、なるべく外出ないのがいいけど、検査、歯医者も行かなきゃいけないし、亡くなりました。病院も持って行かなきゃいけないから、検査は。そう言ってるけど、そうね、まあ、行かなくていいなら行かない方がいいかも。行かなくても済むなら。って言うんですよね。でまた台本読みが始まるんですよ。デジタンシありがとう。本読みが始まるんですよ。で台本読んでみて、ぺちゃんこエビ、ぺちゃんこエビっていうのから初めてもらった。かわいい。これが噂の新しいやつね。あかんとこ。ですがさ、昨日さ、そうか、桜送ってくれたやつと一緒に出たやつで。でまた、ここが何時頃って、また同じシーンの、また読み合わせをするシーンの、また読み合わせをするときにですね、またそこで止まるんですよ、ケンさんが。配信終わってから。私だっけ、ありがとう。ちょっとすっごい見せたくてうずうずしてるんだけど、ちょっと見せないで。なあ、質問なの。すごい見せたくてうずうずする。ありすぎー、ひたかくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。見ていた了解、嬉しい。これは削ったのか。です、ありがとう。失礼いたします、フォロワー。すいません、アシスタントが。え、宝さん、はい、そんなに今のフォロワーすごい。あ、みんな私より多い。1900人ぐらいいるから拡散できるかな。嬉しいです。もうそんな。もう完全になんか。フォロワーさんたくさんいる方にツイートしていただけるなんて。めっちゃワクワクしたんですよ。ありがとうございます。でですね、このセリフは双子のマナカに出ませんが、言われますよ、くマナカの。最近はマナカナとか、西内マリアちゃんとか、アナウンサーとかよくあります。何
さんがですね、コンディション出るのにまた来ますね。レーダーありがとうね。気をつけて帰ってね。暗いからね。いってらっしゃい。セリフだろうな。気をつけて帰ってね。役者の魂だ。ありがとうございます。ぜひ皆様の力で私をちょっと有名にしてください。俺の魂消すのか。あ、でもいいなと思ったらお願いします。そこはもうシビアで大丈夫。バガですね。バガものすっごい効率。ちょっと微妙かなと思ってもお願いします。アシスタントめちゃめちゃ良くないなと思ったらお気に入りぐらいで。それが僕ゆきさん、超楽しくてです。うちさんもこんばんは。やべえ、この人やべえ、超面白い。歯はちゃんといた方がいいって聞いたよ。口はちゃんとしておかないとね。まあね、虫歯とかも。はい、そうですね。そのセリフはもう一度戻させていただきます。すごい早い対応だったんですね。この人めっちゃ面白いと思ったんですよ。そういう感覚とか耳かとか消化器官とか胃管と言って、はい、そういう空気感を作るのが大好きな人ですね。もうちょっと待っていいならもうちょっと待っていいかもね。僕はもうその横で何かやんないか、何かやんないかっていつもワクワクしてですね。はい、でボンジョさんフォローもありがとうございます。すごい頭のある時ですね。台本読みたい。間違えた。また間違えた。また間違えた。俺にはよくわかるのだが。ひらひらさん、かわいい、たくさんありがとうございます。これは。内見メルさん、いらっしゃい。どういう理由か教えてくれ。かわいい。内見のメルちゃん、かわいい。じゃあ監督が。ひらひらさん、ありがとう。あのですね、これはですね。はい、です。了解です。ごめん、うまく使わせちゃったけど、今でオンタイムです。ありがとう。それを横で見てるのすっごい楽しかったんですけど、あまりにも監督が。よいしょ。わじわじ、ありがとうね、ひなさん、そこまで。ありがとうございます。あら、ひなさん、それきっと下にチョコレート。それはですね、僕がこういうふうに謙信がこういうふうに思って、でこんなふうに言ったことを宇佐美が返した言葉なんじゃないですかねって言ったらですね、最近さ、フォロワー画像って流行ってるの知ってる？すっげえ怖いかしい。なんとかだ。そしたら、ダーパー、モーションハオ。計算越しに、怖いよ、アイコン。ディレクターが出るんですよ、ディレクターが。あー、なんていうの、なんとかダーパー、モーションハオ。何も言うな、みたいな。お茶をよりの、シュシュ。一旦チョコレート、ありがとう。100円もお帰り。出た、ほろ酔い画像って。あ、見た、ピッチャー。ピッチャーベイビーちゃん。かわいい、なんかびっくりしてウィンクするまで。違いますかね。ありがとう、ペチャベかわいい。ペタホロ酔い画像って。モンスター画像。あ、そうなの。ホロ酔い画像を作ろうと思ってさ、私めちゃくちゃホロ酔いさ、めっちゃ面白いこの人の。画像しちゃった。めちゃくちゃホロ酔いが構造してる。空気をね。作ろうと。うわ、揺らすの大好きなんですね。これどこかわいくない？これ限定らしいんだけど、黒糖のピンクと白だったらさ、なんかピンクと白と水色なんか作れそうじゃん。でですね、かわいい。撮影が始まってから、ペチャベかわいい。いろんなことがあってですね、本番を通していろんなことがあったの。台本見たんですけど、ちょっと待って、やるやる、私もやる。何話だったかな、ちょっとこれ終わったらね、タイが見直してくださいね。ありがとう、ヒータにハート届け。ありがとう。嬉しい剣心。ホロ酔い画像って何ですか？当時は影虎という役でした。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 ツイッターとかで最近ね、みんな作ってるんだけど。その、あ、ドラゴン、プロレル、シシ、ありがとうございます。宇佐美。リータンハートの大砲、ありがとう。軍師がいる。I don't know, Kanji, I'm sorry. 敵なんです。ピッタ、ドラゴンはね、台湾の方なんだよね。はい。上杉謙信の父親と宇佐美定光はずっと戦ってたんですね。まあ言ったら、自分の父親と戦っていた敵なんですね。分かりやすい、はい、ところがですね、宇佐美定光というのは非常に、優れた軍師でですね、で、上杉謙信、まあ、こと長尾影虎、長尾影虎はですね、この影虎は宇佐美定光の力がどうしても必要だったんですね。あ、いいな、ありがとう、ステイホーム。敵である
ってこうなんかほろ酔いとなんか似た写真をこうやって横に並べて尋ねます。でですね、宇佐美貞光のもとに尋ねて自分に力を貸せっていうことを言うんですね。ほろ酔いとなんかセットで似てる写真をこう上げるみたいな、自分は謎のほろ酔い推しっていうやつ、今この見られた世の中をこれをねやろうと思って、自分で作るの偉いって自分で作る。普通はなんかファンの人とか作ってくれたりするみたいなんだけど、自分で作ろうと思って。この場面なんです。けんちゃん。これをねリハーサルでやったんですよ。でリハーサルでやった時に、ね。プレゼントありがとうけんちゃん。けんさんがですね。けんさんがですね。けんちゃん。ね。ありがとうけんちゃん。ちょっと楽。どうちゃん作ってくれんの？ちょっと。でも多分さ素材がないと作れないじゃんそもそも。はい。多分私の写真ですか、皆さんプライズとかであれは持ってるけど多分画像自体は持ってないと思うから自分で作ろうと思ったんだけど、見て見て、豆乳の方が面白いかもしれん。豆乳みんなよく考えるよね。豆乳だって豆乳も確かに種類あるもんね。まさきさんこんばんは。今日ホロヨイ画像とともにモンスターバザーだけど仕事でモンスターの赤色もらうというねって、あすごいね、たまたもらったんだ。ヒーターハート届いた？やった届いた。かずみちさん来てくれてありがとうございます。こういうのがね今流行ってるんだって。あっペニチューありがとう。チュータロ取れた、ありがとう。ペニチューありがとう。どうでしょう、いい感じ撮れました。撮れました。そうそう、作ってあげたいところだけど、そんなに気になる写真ないよね。撮れましたか。そうそう、私もさ、でもピンクとかは多いけど黒い写真とかあんまないから、ガクトさんが止まってるのかどうかわからない。ひどいですね。作れるかわかんない、はい、あの僕なんかよく静止画って言われますけど、みんなジャニーズとかで作るんだね、はい、中島圭今動いてますか。はい、ありがとうございます。黒とかさ、はい、黒とかいいけどさ、どこですか。画面の上に黒い写真ないから、どうしようと思って。どこですか。ロヤのCMには見えますねって。なんちゃん、わあ、もうやばいや、もう発狂しとるやん。イータン、本当にちありがとう。声だけ聞こえる。ああ、そうですか。あの声だけ聞こえる方はですね、入り直してください。配信はほぼ同じ色の。配信はねもう白やしね基本。なんかあるかな。わあってなんちゃん。黒はこの間魔女、あー魔女あり。スコアは370万で書いてます。マサキタン、シラキありがとうございます。これですね、ありがとう。しかもさ、ちょうどさ、そのケンさんが、ね、黒若だからさ、あの来てですね、魔女がリンゴ持ってるからさ、私話あるんだがいいかって言われてですね、で、ね、魔女がさリンゴ持ってるからちょうどいいかケンさんがですね、背景ちょっと白がちょっとありながくこのユウチンって呼んでもいいよって。ユウチン。少々さん初見です。こんばんは、いらっしゃい。さきたんもありがとう。あ、ライバーさんか。黒、アリスとかは青じゃない。大河ドラマってのは。アリスはね、ちょっと使いたいのがあるの。でも恋愛は。アリスはあれかなって思ってるのがあって。別に男と女だけがするものなんじゃないんだ。男と男の中にも恋愛はある。楽しみ、これ使う。マイカスさんもいらっしゃい。ノエルさんもデフ。マイカスさんもありがとうございます。あとなんだろう。いや、言えばこの宇佐美貞光と長尾景虎がこうやって出会って。黒？これ黒？ギリ黒？長尾景虎がギリ黒かな。宇佐美貞光に自分の思いを告白。また遊びに来る。あ、こいつありがとうございます。ありがとうね、こいつさん。瞬間なんだ。ポンチさん、シャムありがとうございます。指ハートさん、宇佐美の心が掴めるかどうかが決まるんだ。黒かな。今のお前の演技じゃ、俺はお前には惚れん。なんか使いそう。よく考えてこい。これなんだろう。しっかり、サイダーみたいな。仕上げてこい。めちゃくちゃ可愛い、大好き、ありがとうございます。ユウチさん。ですよ。ありがとうございます。
悩みを丸々作るんだよ。こりゃ参ったなそうね、確かに作る作る詐欺よくあるからね。私男が男に惚れる。ちょっと今日の動画はねマジで頑張ったからちょっと見てほしい。いやただねもうちょっと頑張ったんだけど、はいね、時間なくてちょっと撤収したんですけど、まあ見てほしい。やればやるほどもっとツイッターに自撮り上げてちょうだい。これ参ったな分かった。もうあの自分家のスタジオでですよ。今日見てね。いやめっちゃ見せたい。自分家のスタジオで明日カメラね、今日8台回してるんですよ。全然違う角度から撮ってますね。頑張った。私にしては頑張ったから褒めてほしい。どんなやり方やったんですけどね、どんどんハマりまして、この運動音痴の私が頑張ったからどんどん分かんなくなるんですよ。はい、ツイージャックさん来てくれてありがとう、ね、こんばんは、いらっしゃい。ずーっとな、もうその残り4日ぐらいしかなかったんですけど、しょうしょうさんありがとうございます。その4日間ずっとその演技の演技の練習をやってたんですよ。で新人ライブの刺激出てたのかな。お疲れ様でした。ですね、皆さんのおしゃれありがとう、来てくれて。これはあらヒーターどんだけやってもやればやるほどヒーターがいっぱい。ダメだって思いになっちゃったんですよね。ばかりのハートありがとう。なんか演じてるというか自分がこうどん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 上から色を塗ってるだけで全然思いが通じないって思ってたんですよ。配信終わって僕は尾形さん文章を考えてないから、ね、まあ、文章でも多分すぐ考えてるから僕にとってすっごい必要な人だったんですよ。もう画像はできてるから、画像って画像はできてるから、この気持ちをハートがいっぱいありがとう。え、てんぐり返してました。てんぐり返しは面白いかもしれない思ったんですよ。あ、たくやん、ツイッターフォローもありがとう。ありがとう、たくやん。でですね、本番日にあのカメラリハーサル、前までね、ツイッター全然更新しなくてね、まあ、ガーディアンに怒られた。動きのリハーサル、君はツイッター持ってもらえないからツイッターフォロー外すって言われてね、それからね、頑張って更新してるなるんですよ。4回やるんですよね。ゆうさん、ありがとうございます。でもその時にあの監督に、そっか、進撃どうでしたか、監督に言ったね、21時半ツイッター待機するよって。ここのシーン、ありがとう、ご飯行く前にやる。男すごい見せたい、すごい見せたい、やばい、ちょっとすごい見せたいって頑張ったの。宇佐美に思いを、あじゅんちゃんこんばんは、いらっしゃい。もうポンから白焼きありがとう、いいですか、白焼き姫ありがとう、ね、お疲れ様。何回も仕事が来ることができない。しょうしょうさん聞いて、私もね進撃2回出たんですよ。ぶっつけてやらせてくださいっていう話をしたらですね、初月一番最初の月は組んでくれたんですよね。ぬいぐるみ目標で当時5万だったんですよ。あのポイント制、気持ち分かるよって言ってくれたんですよ。当時ポイントって呼ばれてて、これできないよねって言ってくれたんですよ。当時ポイントで今とちょっと割合っていうか、なんか、はい、でですね、それは尾形さんに話をしたらですね、価値っていうかちょっと違くて、もちろんだって。で前回は去年までは5万ポイントでぬいぐるみ結果だったんですね。カメラの位置をセッティングして、でも私一番最初出た時はもうなんとか、今僕は尾形さんとしたら5万ポイントも出させてもらってぬいぐるみゲットしたんですけど、レベルが30全然いかなかったので、あの2回出ました、カメラが。おととしの3月、違うか、4月5月で2回出ました。演技を始めたんですよね。昇流ありがとう、ひろみさん昇流ありがとうございます。もちろんそのセリフは、何を頑張ったの、ジュンちゃん、宇佐美に届けてる、配信終わってからツイッターに動画載せるから、ね、よかったらリツイートして、尾形健今回ちょっと頑張ってリツイート増やしたくて、必要な人なんだっていう思いを、まあ、見てもらえば分かると思うんだけど、そのセリフを嘘届けたんですよね。頑張ってちょっとリツイートを、ね、増やしたくて、最初の演技をスタートさせた時からですね、尾形さんの顔がね、珍しい、私がちょっとツイッター使ってこんな、尾形さんの顔映ってないんですよ、カメラが全部尾形さんの後ろなんで、リツイートを増やしたい、レートねって、レートこう、レートっていう、ひらひらシャーリーありがとうございます、ありがとう、ひらひらさん、はい、ですね、リツイート了解ありがとう。そう、運動音痴の私がちょっと頑張りました。で僕がてふふ、そのセリフを覚えて、そうなんですね、可愛い女の子好きなので、リスナーも最近めっちゃしてます。あ、そうなんだ、しょうしょうさん、いいと思います。元ある姿に戻したいのじゃん。うん、なんかいろんなライバーさんを見て、こ
こうなんかいいところは取り入れて、ちょっと甘くなるってところはっていう、そのセリフをね、いい意味で参考にして自分の配信を作っていくのは、ね、ありがとうございます。読み終えた時にですね、まだカットかかってないんですよ。早く見たい、私も早く見したい。カットかかってないんですけど、早く見したい。テンさんがずっとほほーっていう顔で僕を見てたんですけど、ね、こんばんはって、その途中でニコッとして、まだカットかかってなくてカメラまだ後ろ回ってるんですよ。ケンさんカメラ見えないように、クルージング、こうやってクルージングってこうやってやってくれたんでしょうね。めちゃくちゃ久しぶりにもらったクルージング。僕ね、この時ね、クルージングリアルに半年ぶりとかぐらいかもしれない。嬉しくて涙出ちゃいまして、ありがとうクルージング、はい、もうね、どんなギフトかなって見てみたかった。ヒータンかっちょいでしょ、クルージング。ありがとう、ヒント、ありがとう。運動音痴を演奏するのはマリオナル。はい、僕も気になります。本当に僕ね、楽しみ、この人の喜ぶ顔を見たくて、クルージングありがとうございます。ここに来てんだなっていうのすごい実感した日でした。クルージング一緒に乗ってどこ行く、はい、僕今までね、ヒーターは海外とか行ったことあるのかな。誰かのためにたまにレベル100台の人に向けるけど、自分だけ頑張ったらそこまで届くんですか。ライバーじゃないと無理って感覚なったんですよ。全然一緒に遊ぼう、はい、でもそうさん、そんなことないですよ。この人の笑顔を見たくて、100レベルの人がたくさんいます。この人に喜んでもらいたくて、枠も頑張ってんだなってことを実感した日でした。ファータンタツゴン、ちょっと待ってね、ファータンタツゴン、サメちゃん、アイちゃん、僕にとってマッサージ100超えかな、はい、あとユアタン200超えです。僕はその尾形さんの出会う前のシーンと、さんでも方尾形さんに出会ってからの演技って、なんだろう、リスナーさんのライバーも100人っていうのが、尾形さんに出会う前はですね、もう考えて作り込んでやってるんですよ。ライバーはライバーで、でも尾形さんに出会ってからは応援していただかないといかないし、リスナーさんも本当にたくさん応援しないといかないので、簡単にいけるものではないです。何度も何度もおっしゃってくださったんで、分かんない、金額は分かんないんだけど、随分と力を抜くことができるようになってきました。結構ですね。スイッちゃん、ハラハラありがとう。ピンクマさん、シェアありがとうございます。でもね、長野での撮影の話なんですけどね、これもね、僕もね、いろんなとこでちょくちょく話はしたりするんですけど、ありがとう、竹本。岡野さんはね、神の竹椎茸くんかって僕の車で来たことあったんですよ。神の竹本って変わった人なんですよね。岡野さんってロケ弁絶対食べないんですよ。見忘れてました、気になるとこはしました。でですね、僕のコンコンコンって僕の扉、もしかして暇だった、昼ご飯とか食べないんで、しょうしょうさん、しらきありがとうございます。昼休憩とかずっと車の中で、高谷もしかして相当暇だったでしょう。横になったりしてる、相当暇じゃないとあれを読もうとは思わないと思う。ロックしてきて、僕がガッと扉開けたらですね、かっこいいねって、ケンさんもですね、かっこよかったでしょ、クルージング。なんかなかね、いただけないギフトだからね。そうですよ、ありますよって引いた。お、ヒータンどこ行ったことあります？私はね、タイと台湾しかないの、海外で。車のトランクを開けて、そこをタイと台湾しかない。テーブルを、ね、結構いるんです、ね、結構って言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、ね、行く人は行きます。ケンさんがね、楽なハワイに行ったことないから、ハワイに行くよ。いいね、私も行ったことない。あれを食ったやつはみんな死んだ。ハワイいいね。本当面白いですよね。ハワイはいいね。もういいでしか出るくらい。ハワイいいね。死ぬぞ。ですよねって。そう、ソロさんも。どんなに失踪なものでもいいから自分で焼け。ライバー側だと。で、フォクソンケンさんに、あのところ昼ご飯食べないんで大丈夫ですって言ったら、なんだお前。1コインで。俺の椎茸食わんのか。1増えるんですよ。難しいね、この。レベルが1コインで増えるんですね。だから100コインいただいたら100増えるんですけど、リスナーさんの場合は、送る側の場合は100送ると300増えるんですよ。なんて言ったらいいかな。焼いてるのも同列、説明がちょっと難しい。バターで焼いてるんですよ。私今120というレベルなんですね。120のこの自分のプロフィールクリックすると、120でどのぐらいかっていうのが見えるんです。次、あとどのぐらいで120に到達するかっていうのが見れるんですね。
優しかったんですよね。そのやつも僕その結構撮影の中盤から後半にかけての話だったんですけど、ね、先ほど説明したんですけど、はい、その時にですね120とかまでちょっと来ちゃうとだいぶ数字がでかいんですけど、僕、ね、大河ドラマをやってるまだ3とか4とか5とかの場合はバッシングがやばかったんですよ。ちょっとギフトをポンと送るだけですごいバッシングだったんですよね。でそれが、はい、あとどのぐらいで上がるかなっていうのをプロフィールで確認することができます。本当にとてつもないバッシングを受けてですね、あんなのは上杉謙信じゃないとかね、まあ、確かに教科書に載ってる上杉謙信って皆さん覚えてますか？はい、ひげ生やしてですね、太っててですね、わかりますか？そんなあの坊さんみたいなの巻いてるんですよね。分かんなかったら何回でも来てくださいね。僕の上杉謙信はですね、ロン毛でした。なのでお邪魔しました。シュアシュアさん、ありがとうございます。はい、ビジュアル系の上杉謙信とかね、こんな上杉謙信を70超えたらかなりの一番中毒。そうだね、世の中からいろんな手紙もらいました。特にそうか、780とかまで来るともういい加減にしろとか、タイガーをバカにすんだとか、いろんな、はい、バッシングも受けました。中毒というか、もう本当にそれだけでですね、応援したんだなって、そんな中でたんだなって気持ち。まあまあ、気になるって何って言っちゃう。ブログブログ、ユリナールの気になる日記っていうブログ、ね、実際に大河ドラマが始まって、この間カトにバラされて、新潟で謙信交際というのをやりました。タクヤンが全部読んでくれたんだって。謙信交際に上杉謙信として登場した時にですね、新潟の方たちが応援してくれたんですね。はい、きっと上杉謙信はこんな姿だったっていうのを言ってくれたんですね。夢は17中毒度を表します。親方様っていう風に僕のことを呼んでくれました。そこからですね、あの大河が始まって一気に流れが変わってですね、世の中があの認めてくれるようになりました。でもまあ風当たりは強かったんですよ。それでもまあよくわかんないあの週刊誌はですね、あんなのクソだみたいなことをまあたくさん書きましてですね、はい、まあ、それに煽られる人たちもいっぱいいたんですね、はい、まあまあそこら辺はまあいいんですけど、まあ、その時、まあ、でもやっぱり辛かったんですよね、本当に。まあ相当バッシングがきつかったっていうのもあってですね、その時にでもまあ救ってくれる人いなかったんですよね。ケンさんだけだったんですよ、はい、自分の味方は。でもそのケンさんにですね、僕はその椎茸焼いてるケンさんに、なんでこんなことを言っちゃったんだろうと 今は考えると思うんですけど、ケンさんにですね、ケンさん、一つお願いしていいですかって言ったらですね、おう、なんだ、言ってみろ、って、ここで椎茸焼いてるんですよ。で、今までいろんなことをたくさん教わりまして、本当に感謝してます。でももし健さんがガクトの演技はこれは違うなって思ったりとか、ここもっとこうした方がいいって思うことだったりとか、おいおいって思うことがあったりとか、そういう時にはしっかりと僕にいろいろ教えてください、言ってくださいねって言ったんですよ。そしたらですね、その椎茸をずっとこうやって椎茸を見てね、焼いてたケンさんがですね、本当にこんな感じだったんですよ。ずっとそれピタッと止まったんですよ。で、ね、コーンって箸を置いてね、ガクな、俺は今まで言わなきゃいけないことは全部お前に伝えてきた。やらなきゃいけないことは全部お前に教えてきた。その俺が、お前はできてる。お前は上杉謙信を演じてる。お前やれてるって言ってんだ。この尾形健が、お前の演技はできてるって言ってんだ。他のやつにいろんなこと言われるかもしんないけど、この俺が、この尾形健がお前
心配すんなって言ったんですよ。でですね、その時に僕がはいって答えたら、最後にですね、僕のずっとこう見て、大丈夫だ、心配すんな、パパがついてるって言って、またしいたけ焼き始めるんですよね。僕はその時ですね、あまりの嬉しさにですね、涙が止まらなくてですね、泣いてました。はい、本当に出会いってやっぱ意味ありますよ。はい、全ての出会いが意味があるかどうかっていうのは僕には分かんないですけど、やっぱり出会いによって人の背中を押すことってたくさんあります。はい、出会いによって救われることたくさんあります。出会いによって失った笑顔を取り戻すこともたくさんあります。出会いによってそこから笑顔になれることもたくさんあります。はい、僕は本当にね、健さんと出会ってですね、たくさん背中を押していただきました。はい、本当にね、本当に背中たくさん教えて押していただきまして、ビト読まんでいい、読まんでいい、読まんでいい。でもですね、今の話わからんかったけど、もしかしてチリで違います。僕はこのことは知らなかったんですけど、内容楽しかったですし、この大河ドラマの撮影からちょうど1年綺麗になってるなと思いました。はい、ちょうど1年後ですね。3年前だってこれ、ケンさん亡くなりまして、はい、がんでした。私が気に入ってる写真はね、これなの。よく見ると、ケイさんのマネージャーからですね、電話がかかってきて、携帯見たときに、これか、その携帯を見て、ケイさんのマネージャーの名前がね、はい、使い方が難しい。ったときに、亡くなったんだっていうことを、よく見るとね、目の中にね、傘がね、しました。入ってるの。はい、ありがとう、たくや。別になんか、病院に入院したとか、そういうことも知らなかったんですけど、その電話を見た瞬間に、亡くなったんだっていうことを直感しました。ピッタちゃんギャングに気になるべきなリグハッでですね、その後にいろんなことを聞きました。はい、実はですね、ケンさんは大河ドラマの撮影に入る直前にですね、がんの手術を受けて、正直撮影ができるような状況じゃなかったそうです。はい、でもですね、体調が悪くてもガックンが待ってる、ガックンが待ってるって言って無理やり撮影現場に、はい、来たそうです。はい、来てくれたんだそうです。でですね、撮影の最中にですね、楽屋から検査が出てこなくなった時もありました。はい、3時間ぐらい待ち時間が急に増えてですね、プロデューサーが一人一人の役者のとこに回って、今ちょっと健さんが体調を崩されて楽屋で寝ているので、他の撮影を先にやって健さんのシーンは後回しにしますっていうこともありました。多々ありました。もうその時は高齢だからそれがあるのかなっていうふうには思ってたんですけど、でもそうじゃなくてですね、健さんはもう手術の直後でですね、そんな撮影ができるような状況じゃなかったんですよね。それでもそんな風に
生懸命いろんなことを教えてくれる素敵な、僕のパパでした、師匠です、そして、心のパパでした、でですね、健さんとね、お別れをするときにですね、親族の健さんの親族の方がですね、僕のためにちょっと時間を作ってくれました。二人っきりにさせてやろうということでですね、健さんの棺寝てる健さんを最後にお別れするときですね、時間をいただきまして、その時はですね、全然涙なんか出なかったんですよね、本当に。なんて人なのかな、この人は亡くなる瞬間までこうやってかぶいてたんだなっていうのをずっと思ってました。素敵だなっていうか、かぶいてここまで来たんだなっていうのを思ってました。でもですね、親族の方たちが入り口で待ってらっしゃって、そこで挨拶をするときにですね、そこでですかね、涙が止まらなくなってしまいまして、でもその後ですね、その後ライブのリハーサルに入ってたんですけど、もう2週間くらいですかね、ちょっともう何にも手がつけられなくなっちゃいまして、でその後もうずっとですね、魂が抜けたみたいに僕もなってました。でもですね、そういうことをケンさんは望んでないだろうと思って、で頑張ろうって思ってですね、そこからは気持ちを切り替えてリハーサルやろうっていうふうに頑張るようになりました。でですね、僕の演技が変わったのはそこからです。いろんな、僕は基本的にドラマのオファーはあんまり受けないんです、正直。ただ僕が演技を続けてる理由はですね、僕は自分はミュージシャンだと思ってます。役者という顔はですね、あくまでもそれはケンさんから教えてもらったことを止めたくないっていう、ただそれだけの思いで役者はやってます。なのでタイミングが合えば役者の仕事もやります。演技の仕事も、やらせていただきます。でもですね、それは好きか嫌いかとかっていう話ではなくてですね、なとちゃんこんばんは、先生、結局この時間お疲れ様です。しないたくない、シャンもありがとう、とちゃん、むささん、ほらありがとう、よろしくお願いします。カズキンさん、カズキンさん、カズキンさん、ありがとう。ほら、イケメンさんじゃないですか。ほら、ありがとうございます。失礼な、私は瞬間日記でやっぱり好きなことを書いてる、ストレス発散なり、そういうスタンスで僕はいます。ねえ、なんかアメブラはもっと書きやすかったらいいんだけどね。全然、コロナや関係のない話でしたけど、書きやすかったらなんか一日は、あら、いいと思う、ありがとう。出会いっていうのには意味があるよっていう話でした。140万かもしれない。もう放送が終了間際ですね。溢れるほどに、ちょっと返信します。さそばにいてあげる、ドビュー、ハタちゃん、7人のコミットありがとう、ひたん、ハタありがとう、ゆりなんで、ラインオンハートでした。ハタちゃん、テニプリありがとうございます。あ、ひたん、ベビカレード、ベビカ、そろそろお別れのお時間がやってきました。ベビカ、今日はですね、出会いについて、ベビーちゃんがルミカライト持ってます、当たりました、ありがとう、イタン、画面を賑やかにしてくれて、ありがとう。
この時代を通してね、ありがとう、よろしく、ヘタちゃんはたくさん、ありがとう、僕のこうやってね、こうやってキャッチボールができる、これもまた一つの出会いじゃないですか。あの時代によって出会いのあり方って変わってくると思うので、これもまた僕は出会いだと思います。はい、この出会いでね、はい、なんかまた少しでもこう前に進んでくれたらいいなとか、これで誰かの背中が押せたらいいなというふうに思います。はい、どの出会いが、いつの出会いが大きな影響、誰かに大きな影響を与えるか分からないんでね、僕もこの17をやる意味があるんじゃないかなと思ってます。はい、なので、はい、まあ、みんなのね背中を少しでも押せてれば幸いです。はい、まあ、僕もねこの年になったんでね、もうなんか人の背中を押さなきゃいけない年齢じゃないですか。はい、なのでそういう意味でちょっとでもみんなの助けっていうか、ね、プラスになったらいいなと思ってます。はい、あ、そうですそうです、もうすぐですね、学習塾始まります。はい、もう編集にだいぶ入ってます。なので、このね自粛期間中に自分のスキルを上げたい人、はい、少しでも英語を身につけようと思う人、やってください。はい、僕と一緒に勉強しましょう。1本が1時間半ぐらいの長い動画になります。気合の入ってる人だけがやってください。本気で英語を少しでも学びたいと思う人たちだけが見てください。はっきり思うんですけど、再生数とかそういうの全く気にしてないです。なので動画の時間はめちゃくちゃ長いです。はい、そういうの全く求めてないので、はい、そういう性格でもないので、はい、役に立てたいと思う人たちが本当に使ってくれれば幸いです。というわけで、今日の17はこれで終わります。じゃあ次はですね、どうしましょう。95万人になったら配信しますか。はい、じゃあそういうことで、ここから、はい、録画してください。いきますよ。次の17は95万人になったら配信です。いいですか、もう一回いきましょうか。はい、次の17は、95万人になったら配信です。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ皆さん素敵な夜をお過ごしください。でですね、あとこれ僕みんなに言ってるんですけど、感謝しましょう。はい、全てのことに感謝の気持ちがあったらね、自分も変わります。はい、今ある状況にも感謝しましょう。何事にも感謝ですよ。はい、なんか綺麗事に聞こえるかもしれないですけどね。はい、今そばにいる人にも感謝しましょう。はい、今自分がある状況にも感謝しましょう。自分が生きていることに感謝しましょう。ね、感謝すると変わりますからね。はい、ありがとうっていう気持ちが自分を成長させてくれます。はい、なので、はい、というわけで、次の配信は95万人になったら配信します。それまでみんな、元気でいてください。はい、ではね、いい夜をお過ごしください。ガクトでした。シナノのみんな、バイバイキン。ありがとうございます。うんち言わない。あ、はい。デッキもありがとう。ひろしさん、こんばんは。
な時間なのですね。今日はでもあれだね、動画あげなきゃいけないので9時過ぎたらぐらいに終わろうか。楽しみにしてください、皆さん。動画頑張って作ったのでまあ明日また裏話をお聞かせしますね。今日はとりあえず動画を楽しみにしてください。じゅんちゃんも了解です。私も今日は9時ぴったりぐらいで終わろうかな。じゃあ動画待ってるね。アタインさん来てくれてありがとうございます。何の動画なのって。だからシュン、ありがとう、ありがとう。動画ね、見てのお楽しみ。シュさんも古いありがとう。お、ライチさん、斉藤あすかちゃんが好きなのかな。アイちゃん、ランポン持った。アイちゃん様、ボワボワ。ランポン持った、アイちゃん、ありがとうございます。ダムダム。亀に乗った、アイちゃん。アイちゃん、ありがとう。アイちゃん、花ちゃんさ、クリアしたのかな、手のひらベイビーちゃん。ランプ。じゃらららら。あ、フリドルさん、いらっしゃい、こんばんは。皆さんもしねフォローしてないよって方よかったらこちらフォローのボタンポチッと押して、また明日明後日来ていただけると嬉しいです。明日も6時から配信します。アイちゃん、テニスありがとう。そして本日金枠ヒータンでした。本日もヒータン、そしてヒータンを筆頭に皆さんたくさんの応援ありがとうございました。ありがとう、アイちゃん、ありがとうね。はい、アンコウ、はい、アンコウ、おしゃはお。あ、ひでなさん来てくれてありがとう。今日ね、終わるとこでした。えとちゃん、ありがとう。さくら、三分咲き。ありがとう。はなちゃん、わからんって、なんかそう、マイベ終わりって書いてあったから、達成したのかなと思って。えとちゃん、ライブも、ありがとうございます。そう、ひでなさん、ちょうどね、終わるとこでした。ライブ視聴中もありがとうございます。今日はじゃんけんして終わります。しってきちゃん、マイナです。 Does the uncle speak Chinese? Oh, Becky! おー、フェイちゃん、一点上演。学、現在学中文。動画楽しみ、ありがとう。だからもうその動画でツイッターとか、そう、ツイッターでツイッター載せてからインスタかなと思ってます。ツイッターがメインかな。じゃんけん今日こそ勝つ。よし、って皆さんじゃんけんいきます。私に勝ったら明日いい日になります。私と愛子だった方は私と気が合う方です。そして私に負けちゃった方は明日ちょっと頑張りましょう。そんなじゃんけんです。愛ちゃん、7人のキスありがとう。あ、そうなの、愛ちゃん。ランプを持った、おしちゃん様、ありがとうございます。カメもありがとう。デジタフレイル、ありがとうございます。毒リンゴ、足痛よ、足痛よ。また私に毒リンゴを食べさすのかい。魔女、魔女、魔女が食べさしたんだ。チョキ、早い早い、だから早い早いよ。まだ最初は動いてないよ。 Because I'm Taiwanese, I don't understand Japanese. Oh, OK。カシもありがとう。パン、早い早い。ゆりなさんも早い今からやからね、じゃんけん。でねーって、あ、でねーって、でねーなありがとう。でもあしちゃんもじゃんけん参加しに来て、あずちゃんお帰り。よし、行きます、行きます、行きますよ。では皆さん、じゃんけんしたら終わりです。早い、みんな早い、みんな早い、みんな早いの。最初はグー、じゃんけん。私はパーを出しました。皆さんは何を出しましたか。ちょっとこのタクローまでは、タクローまではあれだからね、私が出す前から出してたからね。えいちゃんこ、えいちゃんもおけー、ゆりなたよ、あいこー、違うね、えいちゃんもおけーあ、ひろみもあいこです。あきらさんも OK です。明日ちょっと頑張ろうね。りょうりょう、あいこー、気が合うね。ひろしさん勝ち、ひろしさん明日いい一日になります。あいちゃん、巨人ありがとう。
だふく、あゆだふ負けや。明日頑張ろう。スタンパー、あいこです。気が合います。うたちゃん負けや。今日負け多いね。しんちゃん勝ちや。しんちゃん明日いい位置になるよ。たけぼんも G、明日いい位置になります。あいちゃん神ありがとう。あ、えっちゃん、えっちゃんハッピーバースデー。えっちゃんありがとう、最後の最後来てくれた。うたちゃんテニスありがとう。けんちゃんやっぱ、あ、けんちゃん気が合うね。気が合うね。ピッタも気が合うね。ドゥちゃん、あ、ドゥちゃん負けやね。ドゥちゃんちょっと、あの、明日頑張ろうね。チョキ、あ、ライチさんも、ライチさん勝った。チョキやから勝っとる。ケントちゃん、ハッピーバースデーありがとう。えっちゃん、白雪ありがとうね。えっちゃん、おめでとうございます。ちょっと最後の最後だけど、ちょっとこれだけはさせて。えっちゃん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、えっちゃん。じゃあ今日はこれのまま終わろうかな。あいこですね。あいこの犬さと聞かうって。あいちゃんありがとう、最後まで。えっちゃんもありがとうございます。あいこでした。負けたって、なんだこれとか。楽しいじゃんけんは昔やってたんだよ。なんだこれ、サザエさんの真似って。あ、そうそう、ゆりなさん、ゆりえさん。あいちゃんランプありがとう。ケーキもありがとう。今日はね、あのえっちゃんとあのけんちゃんの誕生日なので。あれ、けんちゃんもまだおったよね、確か。あれ、私なので何を出すか分かります。たくやん、チョキめっちゃチョキ出すやん。絶対それ後出しやろ。えっちゃん猫ありがとう。インフォーセイントチャニーズ、私ハート買ってありがとう。えっちゃんとね、けんちゃんおめでとうございました。誕生日の当日にね、配信来ていただきありがとうございます。お祝いできて幸せです。ピットもありがとう。けんちゃんありがとうね。けんちゃんまだ誕生日あと3時間あるから、素敵な一日にしてね。あ、けんちゃん、けんちゃん、なんとバースデーボーイから注意いただきました。ありがとう、けんちゃん。えっちゃんもありがとうね。今日は最後パリピでお別れしましょう。明日バイトなので8時から行きます。あ、了解です。ライムさんで当てるかな。あ、じゃあライチさんで当てるかな。お待ちしてます。おめでとう、たくやもありがとう。ねえ、そう、たくやありがとうね。キス出せて嬉しかった。いや、本当に出してもらえて本当に嬉しかったです。ありがとう。たくやもまたね。ちょっと忙しくて。あゆちゃん、とんでもない顔出してくれてありがとうね。しんちゃんもありがとう、くれてよかった。ピットもケーキありがとう。けんちゃんからはなんとお礼のチューをいただきました。ありがとうございます。お疲れ様でした。たくろさんもありがとうね。りょうりょうもお疲れ様。りょうりょう連絡待ってます。パリピユリタン。加藤さんは、加藤さんね、今日ね、おねむしとる、おねんねしとる。じゃあ皆さん、今日はこれでお別れします。また明日、今日もありがとうございました。また明日ね。そしてよかったらツイッターの動画シェアお願いします。終わります。またね。いつもありがとうね。終わります。ルーズ姿みたい。終わります。じゃあね。5、4、3、2、1。いっちゃん、けんちゃん、本当におめでとうございました。ありがとうございます。ニコニコさん、こんばんは。いろんなライバーさん増えたけどね。アッキーくん、こんばんは。ティムタム、シェアありがとう。エールありがとう。